んでいいからね。ああ、ほんとやろ。こんな上司は飲みニケーション禁止。お酒はコミュニケーションに火をつけるんです。いい関係同士で飲むとより良くなる。でも良くない関係同士で飲むともっと悪くなる可能性があります。何でも飲みニケーションの力を借りればうまくいくという考えは間違いです。これからの季節、新入社員も入り飲む機会も増えると思います。今日発表したいのはこちら、飲みニケーション禁止の上司典型7タイプです。上司のダメな行動に対する新入社員の心の動きがその視線の動きとして現れるので注目してください。管理職の方には必見です。自慢じゃないけどさ、高2の時俺一人で相手11人に囲まれていきなり後ろから羽交い締め、前から3人かかってくる。1人目、2人目、俺の右ストレート、ダバー。おー、武勇伝を自慢する。典型中の典型ですね。あと同時に付き合ってた女性の数を自慢する、これもダメですね。いや、遠慮しないで、ここ触っていいから、ほら、ほら、ね、ほら、もうブレイクだよ、ここも、ほら、どう？筋肉を自慢する。相手が女性ならセクハラになります。上司と部下なんて関係ないから、若さでさ、手出しちゃって、ガチンコでぶつかって、上司を超えたっていいんだから。いくよ。レディーゴー。あまだまだだ。ガチでパワハラをする。体育会系出身者に多く見られます。不思議だよね、一回トイレ行っちゃうとさ。あれ戻ろう。止まんねえ。何の話だっけ。あれ、トイレが超近い。お互い不幸ですね。あ、お酒薄まっちゃってるね。よいしょ。大丈夫大丈夫だ、2回に1回手洗ってんだから。もトイレの後手を洗わない。ダーティーハラスメントと私は呼んでます。出る杭は打たれるって言うけどさ、若いうちはどんどん目立っていいよ。文句あるかっていうくらいガツンと飛び出してさ。鼻毛が出ている。禁止というか残念です。どんな良い話でも説得力が半減します。熟睡する。熟睡する。ノミニケーションって上手に活用すれば絶対にプラスになると思うんですよね。博多の花って35周年ですか。僕の研究機関と一緒だ。その歳月が美味しさの証です。35年目の本格麦焼酎博多の花。発売35周年キャンペーン実施中。